ファラ、ありがとう。借りを返せた。借りがあるのはこっちだ。じゃあチャラだな。幸運を祈ってる。それじゃあまた。全員撤収だ。けどサナエ、俺が奴らを。ジョン、いや俺のミスだ。あの時俺がもっと。ジョン、やめて。もういい。すまない。もっと大きな問題が。スペインには誘導装置しかなかった。誘導装置？どこから手に入れたんだ？ロシアよ。奴らはどこに？ミサイルを撃ってる。ハッサン以外で場所を知っているのは一人だけ。シンノンブレの屋敷か。いや、副官のものだ。カルテルに副官か。その通りだ。分かってきたな。情報ではラスアルマスの VIP たちの集まりがある。招待された者や。強制か。ああ。目的は？俺たちだ。ラスアルマスが襲われた。犯人を探しているのさ。シンノンブレも来るんだな。保証はないが、これは唯一の機会だ。やってやろうぜ。国を乗っ取れるほどのシャドウを連れてきた。そいつはやりすぎだ。いやくらい、問題なく消される。シンノンブレは生け捕りだ。じゃあ奴に会わないとな。どうやって？与えるんだ、情報。犯人を知りたいなら教えよう。直接か？そうだ。誰かが中に入ってボスを見つけ拘束する。俺がやる。無茶だ。殺されるぞ。この作戦にかける。俺たちがミサイルを止めなきゃいけないんだ。情報を餌にシンノンブレと会う。奴がいるなら捕らえるさ。そうか、見上げた度胸だ。潜入した後目と耳がいるだろう。俺も行く。俺は監視をする。シャドウはヘリで周囲を旋回しろ。了解。証拠を求められたらこれを。合図を待ってる。よし、作戦開始だ。シャドウが位置についた。了解、準備完了。屋根に降りるスペースがある。了解。正面玄関に武装した男2人。アレハンドロ、そっちは？もう中にいる。マジか、どうやって？力ずくで。ソープが来た。正念場だ。奴らとは？今話してる。中に入れるようだ。大した度胸だ。うまくいくといいが。兄弟、アレハンドロ、どうやって？時間がない。いいか、情報を教えてやれ。嘘はつくな。死にたくないなら全て話せ。全部話すのか？全てをな。メキシコの特殊部隊、アメリカの PMC、シャドウカンパニー、フィリップ・グレイブス、全ての真実を。お前のこともか？この男か？そうです。お前の名前は？ソープと呼ばれてる。ソープとは妙な名前だ。行くぞ。エルシン・ノンブレに会わせろ。なあ、ボスに会いたいのか？お前が生きているのは情報を持っているからだ。嘘は言うんじゃねえぞ。でなきゃそのモヒカン頭の皮を剥いでやる。エレベーターから降りろ。ここは俺ん家だ。俺の許可なくボスには会えない。話しかけられた時以外話すな。そしてもっと重要なのは本当のことを言え。もし嘘をついたら犬の餌にしてやる。一体何してるんだ？もう何日も寝てなくて。ドラッグはやめろと言われて。ディエゴ、ただシャキッとしなきゃいけないと思ったんだ。
て命令に従え。痛みでシャキッとしたろ。仕事に戻れ。ラス・アルマスは戦争中だ。勝ちたいのなら逆らうなよ。それが組織の生き残る道だ。ボスが今夜ここにいるのもそのためだ。エルシン・ノンブレがいるのか。いや、シン・ノンブレお抱えの殺し屋だ。ヴァレリア、もう一人、グリンコです。うん、座る。さあ歩け。こいつはソープってのです。自分から来た。ソープ冗談だろ。本名は。それでこいつを入れたのか。情報を持っていると。こんな知らない奴にわざわざ私たちの顔を見せてやるなんて。ヴァレリア、情報が必要です。奴は役に立つ。だといいけど、ガセネタならお前もその椅子に座ることになるからね。ニーニョース。簡単なことだ。私が質問する。正直に答えろ。嘘をつくなよ。最近私たちが山の中にかくまっていた友人が何者かに襲われた。犯人は。トドンカスノノビ。こいつに分かる言葉で言え。そのライバルカルテルの仕業かと。お前の番だぞ。誰がやった？カルテルじゃない。メキシコの特殊部隊だ。死体を調べた。あれは特殊部隊だ。で、お前が知らないのになぜこの部外者が特殊部隊だと知っているんだ？そいつも現場にいたんだ。いたのはお前だ、マルケ。多分そいつもその場に。メキシコの特殊部隊に協力する部外者がいた。何者だ？そのグリンゴの姿も見たんだ。白人の男だった。アメリカの PMC だ。シャドウカンパニーという名の。ロス・バケラスは傭兵と組んでいる。あの蛇どもだ。聞いたろ、嘘はついてない。よそ者がいたんだ。シャドウカンパニーの存在を証明できるか。証明って。お前はどうだ。どんな証拠が。ポケットを見てみろ。それは一体。シャドウカンパニーの記章、証拠だ。シャドウカンパニーのリーダーは誰だ。名前は。フィリップ・グレイブス。フィル・グレイブス。墓を埋めるか。気に入った。その男、グレイブスだが、奴の目的は？あんたが運んでるミサイルだ。なぜこいつがそのことを。信用しちゃダメだ。あいつは嘘つきです。お前の情報に価値はない。この部外者の方がお前より事情通のようだ。役立たずのクソ野郎を殺せ。喜んで、バレリア。お願いだ、死にたくない。犬を飼ってると便利だな。よくやった。仕事に取り掛かろう。上へ行くぞ。ついてこいよ。
まだお前を信用したわけじゃない。シンノンブレがお前の未来を決めた。あんた働けよバカども。行くぞ。こっちだ。ロス・バケロスが動いてるな。私はシンノンブレとペントハウスにいる。いつシンノンブレに会えるんだ。ヴァレリアがボスと話をする。お前は待ってろ。エル・シンノンブレはお前の話にかなり興味を持つんじゃないかな。ここで待ってろ。ソープ、俺は祭壇の間にいる。邪魔をするな。イエスサー。俺が連れて行く。お前たちは外に行ってくれ。よし、奴にマスクをやれ。目を離すな。生きてたか、アレハンドロ。お前もな。奴はペントハウスにいる。3階だ。キーカードが必要だ。ディエゴが持ってる。これを使え。ナイス。これを。なぜマスクを。ゲストに見られたらまずいだろ。通信 OK。 無線の調子は。ああよし、じゃあ行くぞ。ゴースト、入ったぞ。状況は。エル・シンノンブレはペントハウスにいる。3階だ。エレベーターで行けるが、キーカードが必要だ。ディエゴはどこだ。祭壇の間、2階だ。注意、何か見えるか。屋上に上がれればペントハウスに行ける。とにかく2階に向かおう。気をつけろよ。屋上やガレージにいるところを見られたら撃たれるぞ。ガレージには何がある。さあな。だがディエゴにとって大事なものだ。エル・シンノンブレを見つけ、さっさと終わらせるぞ。アウト。エル・シンノンブレ tiene alguna respuesta ya? Sabemos quién organizó esto. Todavía no. Bien por aquí. ナイフを見つけた。よし、それなら見つからない。Sí, es en serio. Número de cuenta 0919014. Esta noche. Central, C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. 上に行く方法を探すか、警備についていくか、任せるぞ。ここは立ち入り禁止だ。警備は警告なしに撃ってくる。ボトルを拾った。警備の注意をそらすのに使える。俺は2階にいる。ディエゴは祭壇の間だ。この階のどこかにある。了解。気をつけろ。誰かがそいつを見てる。そのナイフをなくすなよ。いい銃だな。気をつけろよ。大きな音を出すと全員を相手にする羽目になる。俺が2階にいるのはバレてる。ここは静かだ。必要なら戻ってこい。屋上に移動する。了解だ。お前のすぐ後ろにいる。何人か敵がいる。排除する必要があるな。ナイフを見つけたらもらっておけ。ここでは最大のお守りだ。止まれ。別の警備が近くにいる。こいつは俺の獲物だ。屋上はクリア。ペントハウスは北の角だ。派手に行くのは最後の手段だ。銃撃戦を始めたいのか。エレベーターはこっちだ。エレベーターを動かせるか。やってみるか。ペントハウスを調べろ。援護する。下に降りる。下に降ろしてくれ。3階へ行くんだ。止めろ。緊急ロックを解除しろ。ドアが開いた。全チームへ。ペントハウスに入るところだ。この先にセキュリティチェックポイントがある。どうやって通るんだ。任せておけ。 ID は C4 だ。ボスに次のゲストを連れてきた。
スネークカムをセットしたエルシンノンブレの顔を確認するぞ。面を拝んでやるとするか。スペインからの荷物は予定通り到着した。私の部下がきちんと手配し、パッケージが届くことを保証します。シンノンブレ、別のお客を迎える準備は？安全な旅を。よし、始めよう。嘘だろ。どうした？奴がエルシン・ノンブレだ。バレリア、地下で会った殺し屋。バレリアが？確かだ。ああ、急がないとな。グレイブス、女の殺し屋がシン・ノンブレだ。突入の準備は？了解。ゴーストは？いけるぜ。生きたまま捕らえろ。ノンブレ、私はバレリアだ。うまく隠れたもんだ。隠れた？別に逃げも隠れもしてない。そうか、こっちもだ。行くぞ。兄弟、どうしたんだ？バレリア、彼女を知ってる。